こんにちは、姉妹キッチンと申します。このチャンネルでは私の飲食業での経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。今回はスパゲティ、イカの塩辛と青ネギのガーリックオイルソースをご紹介いたします。イカの塩辛とガーリックオイルという異色の組み合わせでアレンジパスタを作ってみたいと思います。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。はい、では早速作っていきたいと思います。フライパンに、オリーブオイルを入れます。はい、中火ぐらいにかけて、盛り付け用のニンニクのスライスを揚げていきます。はい、ではパスタを茹でていきます。で、きつね色になったら取り出しておきます。はい、続いて刻みニンニクを入れます。唐辛子を入れます。はい、アンチョビを入れます。はい、ニンニクが色づいたら火を止めます。で、イカの塩辛を入れます。はい、パスタの茹で汁を加えます。で、控えめに塩コショウ。はい、パスタが茹で上がったのでフライパンに加えます。はい、火を止めたら、ネギを加えて完成です。はい、盛り付けます。はい、綺麗に盛り付けて完成です。はい、今回はスパゲティ、イカの塩辛と青ネギのガーリックオイルソースをご紹介いたしました。イカの塩辛も好みが分かれると思いますが、ガーリックオイルと合わせてみるとまた違った味わいになります。ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。